Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive or just breathing? Cause I've been living life right, like I could just die any minute. ここからは漢字が出ます。それに対しての読みを書いてください。むずっ。これはちょっと苦手やね。しかもこれマジで俺もやってみてここ間違えるやんみたいな感じが出ました。これな、読みちょっと苦手なの。あ、これ待って、こんな簡単な問題出るってことは読み方今まで違うんやみたいな、ちょっと違ったりした俺は。あ、そういうのある。あります。嫌な、そういうのある。なんかさ、漢字パッて見てさ読み方違ったんだよ。俺もあるで、そういうもんで、もう日本人でもあるようなもんです。だから今回これ嫌な、これチャンスはあります。まずいよ。どっかで正解してどっかで間違える可能性が出てきます。 OKOK。 じゃあいきますね。次は漢字が出ます。次は漢字が出てそれを読みを書いてもらいます。読み書いてくださいね。いきます。じゃん、はいはい、OK ですか。これの読みを書いてください。これ当たり前。いや、これそこまで当たり前じゃないですけど、でもこれは間違える人はいるよという。え、むずい、思ってへんやえ、書けました。はい、書けました。皆さん書けました。一人ずつ。あ、一人ずつ見てる。じゃあ俺から行こうか。オッケー。発足。発足ね、はい、発足。はい、じゃあ早津選手。早津選手、あれどうしました。あれ早津選手、え、どうぞどうぞ、お願いします。発足。発足。あれ。まあまあ、わかりました。わかりました。いやいや、わかんないですよ。わかんないですよ。もしかしたらこの発足と発足二人今いますからね。逆に心配になってきた。どっちかが間違ってるか、もしかしたらどっちも間違ってる可能性もあります。で、皆さん、発足。あ、一対二？あれ？まあその表で言うとね、多いですよ。いや待って、俺が間違ってる。そう、可能性もあります。正解言いますね。正解は発足です。待って、めちゃくちゃリードしてるやん。え、そうなんですよ。で、まあ、嫌なままこう間違いやすい間違い方をしました。今回これは確かに間違えてる。日本行った時にもう絶対間違えてる。そう、これ「は」やん、普通は「は」って読むねんけど、それを「ほ」って、そう「は」やけど「ほっそく」で勉強になりました。ありがとうございます。お、素晴らしい。はい、よかったで、嫌なさん間違えてる。君何してんのまんまと引っかかってるやん。間違いないっすね。まんまと引っかかってるやん。次、おい、なんで決めてんの。ほな行こうか。ほな行こうか。次の問題いきます。これでもちょっと分からなくなってくる。次の問題はこちら。これ自信ある。え、ないです。はい、そうなんですよ。これ漢字そもそもそれも知らない。そう、知らないやろこれ。俺も正直意味分からなかったけど、読み方はまあまあどっちかやなっていうのがあった。まあまあどれかあるなっていう。どれがっていうのは、もう全部分かっちゃって、もう、え、分かる君出ちゃってんすよ。え、ほんまに分かってるのか。ちょっと一回聞いて。大輝さん最後に、最後っていうか、あ、そうやね。じゃあ大輝、じゃあ最後この問題最後に言ってもらおうか。こうみんながパンパンパンって出した後に口で言ってもらう感じね。じゃあ、ね、どうする、誰から行く。じゃあそのミスってる二人のどっちからから行こうかな。どうしようか。いや、ヤナから行こうか。ヤナから行こう。ヤナから行こう。絶対ちゃんって分かってるもん。じゃあヤナどうぞ。毒柄。毒柄。毒柄。まあまあまあ。まあまあ、でも分からんよ。そういう可能性もあるから。さっきの歯が頬やったりするから。じゃあ、ハヤトいける？毒柄。毒柄。ああ、そうですね。毒柄。毒柄。おお、二人とかいる。じゃあ、お願いします。毒柄。あ、毒柄。あ、三人ですね。マジじゃない？あ、これに関しては俺ちょっと心配。あれ？あれ？あ、うせしてる。え、ちょっと読み間違えたかな。え、じゃあ俗柄4人ということでね。俗柄4人ですね。オッケーです。え、不正解です。え、不正解です。分かってます。いや無理ですよ、無理ですよ。絵柄でしょ。え、不正解です。待って、もう一回感じにしてもらっていいですか。全員見せてます。全員見せてます。あー、違う。何ですか。大柄だ。ブです。毒柄。ブです。俺言っていいですか。はい、どうです。
どうぞ。鈴柄ブー。でも惜しい。問題正解は鈴木柄。ああ、鈴木属柄って読みがちやん。これで今回出してみました。でこれ意味が、意味を教えてる。意味が家族でやる2社、うん、言うたら俺ともう一人の関係をのあるよな。意味表表っすよね。そう、意味する言葉を属柄じゃない、鈴木柄っていう。これ危ない。危ないやろこれ。これ危ないよ。だから出してみて。こんな感じのイージーミスなくしてこい。属柄言ってない。じゃあ行きますね、次の問題。次の読みを答えてください。はい、じゃん。待って、見えない。この見方、OK ですか。待って、どっち行く。 OK ですか。まあまあ、音読み、訓読みあるから行きます、どうぞ。いいですね。もう間違いやすいですよね、これ。これ間違いやすい。これめちゃくちゃ間違いやすい、これは。だから出してみました。でも、どうなんやろ。あの、皆さん、あのやらながい余裕ないです。え、嫌なの。超簡単。うざいな。超簡単。まあ、わかんないです、自分も自信ないです。でも漢字の意味を知ってたところでも、知ってても、もしかしたらこれ読み方は、みんな間違ってる可能性が高いと思ったから俺は出しました。これしかもちょっと自分に葉っぱかけていいですか。うん、母親が看護師、看護師というかそっち系なんでしょ。なるほどね。なんで当てなきゃ。まそうやな、まあ分かるわな、さすがに。頑張れ。じゃあそれじゃあ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。行く前にもう行きたいな。ちょっと迷ってる。小田君行く前にもう行きたいな。じゃあ俺が行きます。あ、じゃあ早とから行く。早とから行くじゃん。いや、オッケーオッケー。はい、じゃあどうぞ、見してもらって、言ってもらっていいですか。あ、待った、あ、だ、なっちゃった。なになになに、お前焦ってるやん。お前、嘘でしょ。いきますか、どうぞ。出生率。出生率。ああ、そうだな、違ってるような英語で。なるほど。出生率。どうする、俺から行こうか。じゃあいきますか、どうぞ。出生率。出生率、お、誰いました。え、いいよ。出生率、お、3人3人、どういう。大工さんは、いや、もう答える。出生率です。え、俺出生率か出生率もあるんです。え、出生？出生率か。今同じこと言ってた。出生率。ちょっと待って、これ見てもらっていいですか。消して消して。出生率って書いて、出生率と あの多分頭の中で、その下書き直したのが同じこと。ごちゃごちゃしてるやん。いや、出生率。はい。皆さんさすがです。これはもうね、簡単な問題だったんで、すごい。不正解です。やってもうた。この理論で分かったの。不正解です。何か分かる。出生率。正解。出生率です。こっちか。そうや、出生率です。これ、え、これ出生率って言います。え、俺そっちと迷ったんだけど。出生率です。言うたらこの一定人口に対するその年の、言うたら生まれた子らの、うん、あの割合のこと。それは分かる。出生率。え、それ出生率って言う。出生率って言うんです。え、俺意味は合ってんのにな。これ生涯の生。さっきめっちゃ思ってたね。看護師を。いや、俺今やばいこと。いや、やばいことです。だから美味しかったです。美味しいです。あ、できた。じゃあ一回その大学たこ焼き。待って、めっちゃ悔しい。たこ焼きましょう。え、今回よくない。うん、めっちゃいい。お前うまくやん。めちゃくちゃうまいっす。あざーす。しかも、あざーす。中がカリカリで外ふわふわ。うん、言ってたやつ。今回ちょっと中がふわふわの外カラカラ。カラカラ。砂漠かなんか。お前。ラートリー間違えたらお前マジあかんで。え、今何点ですか。今何点ですか。今はトモヤ10、ハヤト8、ヤナ7です。1差です。だからヤナチャンスですまだ。これ11ぐらいあるんでしょ。君、あ、それで言ったらマイナスぐらいかもしれない。もしかしたら。生きて間違ってるから。生きて間違ってる。はい、もう頑張れよお前。まあ下の方に戦ってもらって。頑張る。でも俺18歳の多分底辺なんだ。18歳の中で底辺。そうす、確かに。ボーカルがいるよ。問題こちら。あ、はい、あ、はいはい、簡単です。これ簡単やね。まあ入れました。簡単やと思って僕は入れときました。絶対嘘。え、これ簡単。ほんまに簡単。え、そのまんますか。え、そう、漢字をそのまんまやろお前。
え、絶対これやらない自信ある、これやらない自信ある、え、絶対さっきのさ、出生率のさ、ミスでそのやばい絶対に出してくんねん正直わからん、悩んでるんすか、なんでなんすか、これ悩まないでしょ、その言葉に悩まされるなんで、なんでやん人狼みたいな、悩まんよ、こんなんじゃあ、ハヤトから行こう、ハヤトから行こうか、自信あるじゃあ、やな、最後にしよう、そうやね、ハヤトって読んでいきます、え、お前何個書いてんのそっから選ぼうとしてんのお前別に、答えてくれて一発で書いてやん、そうそう、何し、何してん、何してんのお前、多人ごとえちょっと待って、え、どうしたお前オッケーオッケー、まあもう分からない、あ、でも分からへんからだってさ、え、俺今こんなん言ってるけど、さっきもその手で言ってて、 あの不正解って言ったから、そういや、みんな素晴らしいね、不正解って言ってた点があるから、俺もこんな、え、多人ごととか言ってるけど、正解の可能性も多いになります、じゃあ行こう、じゃあ行きますか、一言一言、おお、あー、はい、いやの他人ごと、他人ごと、あ、それ3つ、俺そっちと迷ってん、3つ終わりました、でも、あの、さっき言います、タジンゴがないです、はい、だよねこの2つです、え、どう、ちょっと待って、え、普通に考えてください、普通に考えて、この問題を答えてほしいです、だからこっちやん、多分、でも俺は、点差広げたいし、うん、どっちか分かんなかったから、かけた、あー、なるほどね、俺はこの、タジンゴと、タジンゴと、タジンゴとって書いてある、ちょっとだって読む気がする、タジンゴ、タジンゴとっても書いてるのか、やるに多人ごとやってるけど、多人ごとな、選んだ、ああ、そうだ、え、何選んだお前じゃあ行きますね、正解、え、待って待って、他人ごとな気がしてきた、え、どうします、別にもういや、これでいく、変え、変えたら、変えたら、おーおー、自信満々やもん、勝負やねじゃあ行きます、来い、マジ来い、正解は一言です、素晴らしいです、北澤選手、もう一言しか俺は読めへん、タイプは、あの、ハヤト選手は他人ごともちゃうし、他人ごとも違います、なので、あの、あなたマイナスでもいいぐらいです、これ日本語のあれなんですよ、ほんまそうやな、もやで、これは薄切りジェイソンできてる、いや厚切りや、厚切りや、薄いな、お前のネタも厚かれ、ちょっとこっからちょっとマイナスポイントつけていこうかな、怖っ、どういうマイナス、え、僕基準でいいですか、今回、いやだから、今回の他人事みたいなミスは仕方ないんですよ、みんな大分大抵の人がそう呼んでしまいます、一言と他人事、そういうのは OK です、まあ、やらの場合は別にそのマイナスポイントはなしでいいです、でも2人に関してはとんでもない答えを言った場合はマイナス入ります、あかん、お見当違い、それはっていうのは OKOK、はい、集中するわ、だから分かりましたね、これが僕の基準でいきますから、ね、集中するわ、集中してくださいね、はい、先生、今他人事はマイナスポイントに入りますよ、僕からしたら絶対ないでっていう、勉強すればよかった予習したよ、予習してもよかった、これの予習むずない、俺が選ぶ先生、今次の問題はこちら、はいきますか、うん、いいですか、いきます、これがだからなんかその感じが、ね、なんですか、いやだからそういうのはなしで、もう皆さん答えてください。違ってる。やな、どうしよう、じゃあ書いた、うん、うん。俺自信あるから、うん、最後最後やな、オッケー。早くから行くじゃん。え、待ってよ。まだ書いてないよ、お前。はい。門髪門髪でも、でも合ってるよ。でも、おー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 。まあ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 。めっちゃ食べる。あれあれあれ。早くは。乾髪。間髪、マパツ、マパツもあったんやな、お前それマパツってすごいな、そんな言葉聞いたことないんじゃん、よかったな、さっき言うわ、マパツやった場合はもうマイナスでした、間髪セーブ使う、俺はセーブって変わってる、間髪、間髪、あ、ってことは間髪が2人、え、あ、間髪、いや、間髪2人で、門髪、あのモンゴル800かな、モンパチ、モンパチ、モンパチかな、モンパチ、モンパチみたいな、どうぞ、正解は間髪です、え、全員髪、そうなんですよ、僕もこれここで知りました、髪、髪なんですよ、むずすぎか、言うたらこの問題は、言うたら髪一本もまあなんて余裕ないくらいに、もうすぐにこうなんかすぐツッコミとかの時ですか、ツッコミとか、お前髪、
俺も間髪入れずにとか言っちゃうけど間違ってない、間髪入れずに言ってくんなとか、間髪入れずに言葉にするときは間髪でみたいじゃなくて、いや分かんない、僕それ分かんない、でもこの読み方としては間髪っていう読み方らしい。あ、それで言うともう令和から違います。昔はそうだったかもしれないけど令和の間髪あれそうなの？遅いっすよ。いや、お前で多分知恵が遅い、それは。え、待ってください、勉強しながらな、マジで。どういう意味ですか、カーンって。結局聞いてなかった、今お前説明しない説明しない、そういう言葉はあると知らない私。続いての問題いきます。続いての問題は悔しいな、こちら。え、これちょっとむずいかな、これはちょっとむずいかも、まあ、これみんなも答えてもらってもいいですか。何としっぷり適当に書いた。じゃあこれどうす、もう俺からいくわ、自信もないし。あ、いいですか。じゃあ失病、失病やってもこれどう、一緒の人います、一緒の人いません、いいは、あ、いいは、失病同じでした。やなも失病、失病、失病、いや分からん、正直俺何が正解か。え、薬病ではないです。やってる。聞いたことある、疾病は。疾病は聞いたことあるっす、俺。なになに、これからまた思っちゃった。正解は、疾病です。あー、惜しい。もう1点上げていいんじゃない？いや、ほんま上げたいぐらい。めっちゃ惜しい。え、ペイって呼ぶんですか？疾病です。で、あの、疾病なんて聞いたことないです。ね、なんかこれはありますって大きな声で言ってたけど、俺多分こいつ何言ってんやろ、見ながら。反対もらって、反対もらって、0.5 もらっていいですか。いや、俺はこれ結構あげたいね。いや、これは言ったらいいと思う。もう丸、濁点のこの丸まで一応当ててる、うん、疾病って言います、これ。疾病、あなたたちは疾病という、そのまんまとそのまま。いや、あの、ナルト疾風伝出てくる死が分かるから。でも、で、病とも呼ぶじゃないですか。病と呼びますよ。質病おかしいな、俺も同じことあれ二人なんかしょうもない考え方やな。いや、俺全然思ってないです、正直。今のは合わせてあげました。はい、マイナス1ポイント、1ポイントです。あー、やってもうた。お前さマジでマイナスだけやめよ。はい、トメマイナス1ポイントしました。なんで病が不正になるの。でも、おマジで一番惜しい。しかも、こうちゃんとちっちゃい通やし、あの丸がついてピョー、疾病やったけど答えは。だからこれちょっとあの特別点俺はあげたい。 0.5 惜しいから 0.5 あげます。ありがとうございます。ちなみにあの疾病って何。疾病っていうのは病気の疾患のことです。言ったら病気のことです。え、疾患の疾って、それそう、疾患の疾、うん、うわ。で、その病気は病気でも命に関わるような重い病気に使うときにこれを疾病って言います、うん、っていうのを言います。自分ちょっとね、ちょっと字が汚くなっちゃったらあれなんですけど、こちらで、はあ、こちら腕です。字腕っていう、腕っていう字です。あの、ちょ、もしかして読みづらいかもしれないので手で書いてあるんだ、はい、それ白、これは白です。この2文字で何て読むか。いや、あの、マジで知らん。消し込むないの。なんかもうカタカナ出てきた。これちょっと自信あるかもしれないです。腕ホワイトとか英語？ホワイトみたいに。トムヤから言いますね。じゃあお願いします。ワンパク？どちらですね。ワンパク。答えがそれ。はい。で、ワンパク。お、マジ？二人いる。それが。それはでかい。で、早田選手は？脱白。脱白。今2対1です。でもみんなやっぱパクは一緒なのか。もう果たしてこれが、なんかパク来そうやな。果たしてこれがだから正解がいるのかいないのか。パク来そうやな。パクセロ。正解がいるのかいないのか。シーバイ、シーバイのやつです。果たして正解いるのか。正解はワンパクです。素晴らしい。素晴らしい。いざ強。素晴らしい。マジ？え、ヨナ、ヨナ素晴らしい。え、嬉しい。え、これ。マジ嬉しい。え、俺。お母さんありがとう。お母さんあれ？お母さん教えた。お母さん教えました。いや、お母さん喋れないんで。お母さん喋れないんでって。マサヤな。
え、めっちゃ嬉しかったんだけど今のマジ嬉しい、ね、なんでわかったなんでわかったいや、ちょっと、あ、そういやなんか腕の横読みでワンやなと思って確かに腕ワンって読むって分かってんよ、うん、それがすごいそれがすごいわいやなんかその勉強してた気分それすごい俺正直今言って白の言ったえ、やばいよ嫌な子も言った瞬間あれワンちゃん来たのと思ったいや、すごいよほんまにすごいすいませんハヤトの方の答えだけ聞いてもいいですかハヤトももう一回答え聞かせてもらって卓球だと思ったんですよ最初まあでも白だと思って、うん、じゃあダンパえ俺のこと聞いてた腕っていう字って言ってんな、うん、卓球のダはあの腕じゃないですか脱ぐよ違う脱ぐよ脱力とか抜けるっていう今嬉しすぎたお前毎回見せてもらってたお前えダッパクえ間違えるとしたらやね俺が間違えてもいい範囲内だとしたらまあ腕しろとかさ分からんから腕パクとかまあ腕のその読み方が分からんみたいなのは分かりますけどもう完全に今かなり説明したけど全然違う言葉やと思ってやってるんでマイナス1ポイントやばいなんでマイナス1ポイントです、これはちょっとひどいですみんなこれ最後のところでねありがとうございますありがとうございますダッパ、ダッパクはありえないですちょっといや、ヤナ選手素晴らしいですねヤナ選手素晴らしすぎたな今現在のスコア、はい、ヤナ選手、8.5 ほうハヤト選手、6俺マイナスになってるからえはい、マイナス引いた分もう計算して6です、okay? で、トモヤ選手、11おおもうあの誤差ついてます、ハヤトと。ハヤト選手、頑張ってください。ハヤト選手、ちょっと大丈夫ですか、これ。いいかもしれん。え、ちょっと。今のちょっと無理やん。やってる